キクラデス諸島に属するギリシャ領の島。キクラデス諸島中最大の島で、島の総人口は18,188人。島には、ナクソス市とドライマリアの2つの自治体がある。最も大きく島で人口が多いのはホラで、ナクソス市と通常呼ばれ、6,533人の人口を抱える。他に、フィロティ、アペラソス、アギオスアルセニオス。 コロノス、グリナドの村がある。ナクソス島は、遺跡観光で人気のある島である。アギア、アイナ、アギオスプロコピス、アリコス、カストラキ、ミクリビグラといった、美しい砂浜があり、ほとんどが、ホラキンに集中する。ナクソスは、キクラデス諸島中地味の超えた島である。水資源の乏しい地域の中で、水の供給に恵まれている。 キクラデス諸島最高峰のザス山には、雲が集まり、恵みの雨を降らすのである。このおかげで、畜産と同様、多種の野菜、果物生産ができ農業が、経済の重要な要素となっている。ラクソスは、キクラデス諸島でも、自給率の高い島である。ギリシャ国内では、ジャガイモの産地として知られている、ギリシア神話によれば、幼いゼウスは、 ザス・サンのホラーナで育てられたという。ホメーロスは、女神の聖なる島として、文学的に、ディアと記した。ナクソス市にある神殿トロイ戦争以前と言われる、伝説がある。英雄テセウスは、クレタ島のラビューリントスから彼を救い出し、ミーノータウロスに殺される運命だった。彼を救った恩人のアリアドネーを、この島に置き去りにしたのである。 祝祭と酒の神デュオニューソスは、島の守護者であり、アリアドネーと出会って、恋に落ちた。しかしすぐにアリアドネーは、テイセウスとの別離に耐えられず、自殺したか天へ召されたという。ナクソスは、アリアドネの伝説を参考にしたリヒャルト・シュトラウスの、オペラ、ナクソス島のアリアドネのナクソスである。また、巨人の兄弟、アローアダイが少なくとも二つの伝説となって、 島に残っている。その一つは、女神アルテミスが、巨人兄弟の一人オティスの愛人として、ナクソスに住むことを条件に、アローア大による神々に対する包囲をやめさせた、というものである。もう一つは、兄弟が実際に、ナクソスに移り住んだというものである。モレアにあったナクソス広告。紀元前502年、ナクソスの住民たちが、 当時の島の支配者ペルシャ帝国に反旗を翻した。この反乱は広範囲のヨニアの反乱のきっかけとなり、ギリシャペルシャ間のペルシャ戦争を引き起こした。紀元前8世紀から7世紀にかけ、ナクソスは、キクラデス諸島の貿易を一手に握っていた。第4回十字軍の結果、ベネツィア共和国の影響下で、コンスタンティノープルに、 ラテン帝国が樹立し、ベネツヤ人、マルコ・サヌードが島を征服した。直ちに彼は、キクラデス諸島の残りの島々を手中に収め、自身を君主とするナクシア、またはアーキペラゴ公国を建国した。この公国は2つの家系の元21人の支配者を排出し、1566年まで存続した。1714年まで、ベネツヤ共和国が、 英外海に浮かぶ島々を支配し続けた。アギオス・プロコピスの砂浜フィロティの町のタベルナオスマン帝国による島の支配は実質的にはベネツィア共和国の管理のもとにあった。オスマン帝国朝廷は税収さえ上がれば満足していたのである。わずかにオスマン人がナクソスへ移住したものの島へ与えた影響はわずかだった。オスマン帝国の支配は島に 反乱の起きた1821年まで続いた。最終的にナクソスは1832年、ギリシャ国家の一員となったのである。ありがとうございます。